エレンの捕獲は失敗だ。今は急いでストヘスクに帰還しよう。ありがたいね。今あるガスや刃だけじゃ足りない。帰還するにしてもまず補給してからだね。戦おうか。巨人に見つかれば簡単には振り切れない。戦闘は避けた方が良さそうだ。あまり考えなしに移動すると巨人に見つかる。奴らの動きを観察して慎重に動かないと。倒す。ありがたいね。まずはこれでいい。だけどこれじゃまだ心もとない。またどこかで補給しないと。最後に戦おうか。無事に補給できたけどまだ十分じゃない。もう少しあれば多少は安心できるかな。行く。まずいね。巨人が集まってきた。早くストヘスクに戻らないと。ガスも刃もこれだけあれば十分かな。ストヘスクへ急ごう。これ以上巨人が集まってきたら見つからずに移動するのも難しくなるね。あと一歩というところで邪魔が入る。これで私たちの故郷はまた遠のいた。もしこうなると分かっていたらエレンに対人格闘術なんて教えなかったのに。今日は病欠ってことでフィッチがうまくごまかしといてくれただろうけど、明日の仕事まではさすがにサボれないか。答えるよ。しまった。見つかった。ここで食われるわけには。どう？さよなら。いい思いだ。私が今ここにいると知られれば使命を果たせなくなる。使命のためにはこの手を血で染めなきゃならない。そんなこと分かってたって。戦おうか。気づかれた。ガスも刃も十分じゃないってのに。ありがたいね。煙、まさか巨人。ここまで来て厄介だね。この巨人他と何か違う気がする。普通のやつより手強そうだね。私はこんなところで死ぬわけにはいかない。使命を果たすまで私は死ねないんだ。さよなら。
戦おうか。こんなところに飛行士、倒すしかないってわけ。正直もう限界だけど、この長い野暮用もこいつさえ倒せば終わる。倒す。やっと終わった。長い一日だった。早く宿舎に戻らないと。